はい、こんにちは、入江くんです。ということでして、ただいま公式ツイッターから発表がありました。新ニケ登場ということで、こちら SSR ジャッカルピックアップガチャ開催決定です。はい、昨日の、公式ツイートでは、このジャッカルの影だったんですが、本日は正式にジャッカルが来るぞということでして、皆さんこれジャッカル引きますガチャ。まだね、基本性能は、公式発表されていないんですが、少しね、どれぐらいの強さなのかね、予測していきましょうか。まず今現在開催されているのはモダニアガチャですよね。でモダニアがまあ結構強いと、もう結構というかかなり強いキャラですよね。その後に弱いニケが登場して、皆さんガチャ引きますか？引くわけがない、間違いない、間違いないよそれ。モダニアみたいな強キャラの後にね、弱いキャラが実装されて、そんなのみんな回すわけないんだから。となるとね、予想としては弱いキャラ、かなり弱いキャラの可能性はもう低いの。もうわかる、そこまで言い切っていいの、いいの、もうわかるんだから。お前リーク見ただろ、見てないよ、そんなの見ないよ、もう。リークは見てない。リークじゃなくて、もう僕はもう10万本くらいソシャゲやってんの。このパターンで急激に弱いとかね、そんなない、そんなない。だからジャッカルはまず、弱いキャラ、かなり弱いキャラの、可能性はこれでかなり低くなりました。ですのであとはもう、普通ぐらいの強さ、あと強いキャラ、もしくはかなり強いの3つぐらいに分けられます。まあ普通ぐらいの強さの可能性はあります、あるんですが、今もうお正月終わったばかりなんですよね。1月というのは僕めちゃめちゃデータ取るんですが、入江データでは1月はめちゃめちゃどのゲームも売り上げが上がります。運営もね、その入江データちゃんと分かってるからね、入手してるからね。けど弱いキャラなんか出したってさすがに1月といえども、まあそこまで回してくれないんだって。ということはまあ普通ぐらいの強さの可能性はあるけどね、確率的にはもう強いかかなり強いキャラジャッカルね、もうその2択になりました。これはあくまでも予測だからね、入江くんの個人的な予測予想だから、これ絶対じゃないからね。後から外れたとか言って怒ったらダメだよ。それもう怒り返すよ、もう怒り返すね、それはやめて。でここでね、どこよりも早いこのジャッカルガチャ引いた方がいいか引かない方がいいか予測します。今のところは、強いか、かなり強いキャラなので最低1体は引いた方がいいと思います。今まだモダニアガチャやってますよね、僕は、三突推奨派ではありません。モダニアも強いけど、1体引きで十分だと思います。もちろん課金できる方は三突してくださいよ。無課金、美課金の方はこれ以上モダニアガチャをせずにジャッカルのためにね、石を貯める方がいいと思います。はい、そしてバースト予告なんですが、このジャッカルね、バースト1なのか2なのか3なのか、これはねもう簡単なの。昨日もね、紹介した通り、ジャッカルはエキゾチック部隊クロウ、ジャッカル、バイパーの3人組、この3人でね、もう全て完結するの。で、クロウさんはバースト3。ということは、もうジャッカルは、バースト1か2しかありません。バースト3はね、もう火力がないと、もうなかなか入れないから、とりあえずは1か2なら、ちょっとまだね、テクニカルな、スキルでね、入る余地があるからね。あと僕、ラプンツェル持ってないんですよね。ラプンツェルの回復能力いいでしょう。あれ欲しいんですが、あとヒーラーかヒーラーじゃないかも大体わかります。教えてほしい皆さん、わかりました。お教えいたします。このジャッカルは、ヒーラーじゃない可能性が非常に高いです。もちろん理由もあります。このゲームのヒーラーは大体ね、なんとなく優しい顔をしてるの。けどこのジャッカルの顔見てみて、優しそうじゃないんだから。だからヒーラーの可能性も、結構ね差があると思います。伊礼君は強いヒーラーが欲しかったから、そこはねちょっと残念ですね。はい、今回の予測予想はここまでということで、いかがでしたでしょうか。あとね、バイパーの、登場っていうツイートもね、この後もしくは明日とか来るんじゃないですかね。運営さん来るでしょう。まあその時もまたね、伊礼君の予測予想動画を出したいと思います。ぜひ見てください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。